スタンダール作、前川健一役、パルムの総員、その第38回、第9章、続きから。行列は通り過ぎて、ファブリスから見えない横手の門から、聖堂に帰っていった。やがて、鐘楼の高みにいてさえ、暑さが激しくなってきた。村人たちは皆その家に帰り、村中に深い沈黙が来た。数隻の小舟には、ペラジオ、メナジオ、その他、湖岸の村々へ帰る百姓たちが乗っている。ファブリスは、貝の動いてゆくごとに、その音をはっきり聞き分けることができた。こうしたごく些細なことにも、彼は恍惚となった。こんなに嬉しいのも、複雑な宮廷生活の中に、あらゆる不幸と、あらゆる困惑とを味わったればこそのことであった。今やこの静かな空の深さをいっぱいに反射している湖水へ、一里もこぎ出せるものなら、彼はどんなに幸福だったろう。その時、鐘楼の下の戸の開く音がした。ブラーネス氏の浪費が大きな籠を運んできたのだ。彼はその浪費に話しかけまいとじっと己を抑えるのに、世にも激しい苦痛を感じた。あの女は主人と同じほどの親しみを自分に持っていてくれる。それにもう今夜9時にはここを立たねばならないのだ。ただ数時間の間なら誓って秘密を破るようなこともあるまい。だがそんなことをすれば、老友の不況を買うに決まっている。そしてあの人を憲兵の手に渡してしまわねばならなくなるかもしれない。そう思って彼は何も話しかけずにギータの帰るまでじっと放っておいた。彼は素晴らしい晩餐を食った。それからしばらく寝ようと横になった。彼が目を覚ましたのはすでに夜の8時半になってからだった。ブラーネス氏が彼の腕を揺り動かしていた。あたりはもう真っ暗だった。ブラーネス氏は極度に疲労して前夜より50歳も老けて見えた。氏はもう重大なことは何も話さなかった。木製の肘掛け椅子に腰を下ろして、わしを抱いてくれ。と言い、ファブリスは幾度も幾度も両腕の中に抱いた。死は、と最後に神父は言った。この非常に長い生涯を終わらせるものじゃが、それじゃとて今の別れほど辛くはあるまい。わしは一つの才能をラギータに託しておこうと思う。あの女の入費に当てるのはいいが、もしもお前が欲しいと言うてきた時には、すぐに残っているだけは手渡すように命じてな。わしはあの女をよく知っている。こう言いつけておけばお前のために倹約して、お前の確たる命令がない限り、一年によたびとは肉を買わないでいられるような女じゃ。きっとお前の身は三苦に苦しめられることもあろうが、その時この老友のわずかな金が役立つであろう。兄からはただ恐るべき十作のほか何にも期待してはならん。お前は社会に有用な労働によって金を得る努力をしなければならん。わしには異様な暴風が予想される。もう50年もすれば世界には怠惰なる者のいる余地はなくなるであろう。お前の母もおばも、もうこの世の人ではなく、姉妹たちはその夫たちに従わねばならなくなるのじゃ。さあ、行け。さあ、行け。逃げろ。と、ブラーネス氏は興奮して叫んだ。氏は十字の鳴り出すすぐ前のググッという時計の小さな音を耳にしたのだ。氏はファブリスの最後の抱擁を抑え、許そうとはしなかった。急げ、急げ。と死は叫んだ。階段を降りるにも少なくとも1分はかかる。落ちないように注意するがよい。落ちればそれが恐ろしい前兆となるぞ。ファブリスは急いで階段を降り、
広場に来ると走り出した。やっと父の城館の前まで来た時、十字の鐘が鳴り出した。鐘の音は一つ一つ彼の胸に染み渡り、異常な混乱をもたらした。壮麗な父の建物は、前夜あれほど冷静に批判したものだったが、今、目の当たり凝視すると、数々の熱情的な気持ちが込み上げてくる。彼は立ち止まってそれを反省してみた。あるいはむしろそれにふけったという方がいいかもしれない。だがそうした無双の真っ最中に、ふと数人の足音に我に返った。我に返ってみると、四人の憲兵に取り囲まれている。彼は二丁の優秀な拳銃を持っていて、夕食の時、唇を新たにしてきたばかりだったが、それを取り出そうとすると、かすかな音がし、その音が一人の憲兵の注意を引き、今にも捕らえられそうになった。彼は危険の身に迫るを感じ、こちらから最初に打ち出そうと思った。それは彼の当然の権利だった。何しろ完全に武装した四人の男に抵抗すべき場合とすれば、これより他に方法がなかったからだ。だが幸い憲兵たちは酒場の隣県に巡回してきて、何軒かのそうした遊び場の振る舞い酒に全然知らん顔もできなかったわけで、そうしたファブリスを見てもすぐにその義務を果たそうという決心がつかなかった。ファブリスは身を翻して一生懸命に逃亡した。憲兵たちも止まれ、止まれと叫びながら少しは後を追っかけてきたが、それっきりで、あとはまた元の静けさに帰った。そこから300歩ほど来ると、ファブリスは立ち止まって息をついた。拳銃の音がしたので、危うく捕らわれようとしたのだと思う。もしまたあの美しい婦人をもう一度見ることが許されたなら、自分が10年後に起こるようなことばかりを考えて、現在傍らで起こっていることを凝視しないからそんなことになるのだと、さぞお小言を頂戴することだろう。ファブリスは今逃れてきたばかりの危険を思って身震いした。彼は歩道を倍にしたが、それでもなお走ろうとする己を抑えることができなかった。これはあんまり慎重なやり方ではなかった。家路をたどるあまたの百姓たちに気取られたからだ。それかといってグリアンタから一里も離れた山中に入ってしまわねば、立ち止まる決心がつかなかった。立ち止まってみてもやはりスピールベルグのことが思われて冷や汗が流れた。ずいぶんだらしなく怖がったものだ。彼はこんなことをつぶやいたが、その声を我が耳に聞くと、なんだか恥じずにはいられないような気がした。だがおばに言わせると、自分に一番欠けているのは己を許しうるということではなかったか。自分は常にありそうにもない完全な模範に己を比べている。そうだ、今の恐怖は許すことにしよう。一方から考えれば、俺の方では確かに俺が自由を守るべき立場にあったんだし、あの四人の憲兵はいつまでもじっと立ちはだかったままではいずに、いずれは牢獄へ引き立てていったに違いないのだ。さてこれからしようとしていることはおよそ武士的じゃないとは思う。己が目的も遂行せず、敵に目にもの見せてさっさと引き上げるようなこともせず、あの善良な死の数々の予言よりもはるかに笑うべき夢にふけって喜んでいるのだ。事実彼は最短の近道を通ろうともせず、彼を待つ小舟のいるマジオーレ湖岸にも出ず、己が木を見るために恐ろしく迂回しているのだ。読者はファブリスが23年前にその母の植えておいた一本のマロニエにいかなる感情を抱いているか、おそらく覚えておいでになるだろう。兄のことだからきっとあの木も切らせてしまったろうとも思う。だがあの連中と来ては繊細なことなど少しも気にしないのだから、兄もそんな木のことなど考えてもみなかったかもしれない。
それに万一そんなことがあっても悪い前兆とはなるまいと彼は決然と付け加えた。2時間の後、彼は目の前にその木を見て驚いた。いたずら者か、それとも嵐か、この若木の主な枝が一枝折れ、枯れたままでぶら下がっているのだ。ファブリスは短刀でそれを経験に切り取り、雨水が幹に流れ込まないように切り口をきちんと整えた。それからもう夜も明け染めていたので、今の彼にしてみれば時間は甚だ貴重だったが、たっぷり1時間もかかってその愛する木の周囲の土をすいた。こんな狂気じみた仕事を果たすと、彼は再びマジオーレ湖への道を急いだ。結局彼は悲しまなくてもよかったのだ。木はすくすくと伸び、前よりもはるかに頑丈になり、この5年間にほとんど倍になっていた。折れた枝とてもただ何の意味もない事故のせいに過ぎなかったのだ。切り取ってしまえばもう木全体には何の害も及ぼすまい。むしろもっと伸び伸びとなり、その骨格は一層高くそびえるであろう。一里も行かないうちに燦然と輝く白色の帯が、この国に名高いレゼゴン・ジ・レックさんの巡礼を東方に浮かび上がらせた。パルムの総員、その第38回、第9章途中まで、2021年6月25日。